んばんは。こんばんは。やっぱ気づかないですよね気づかないか。そう、髪切ったんです。すごーい、髪切ったんですちょっと髪乾いてるっていつも乾いてますアホ上がりだからちょっとねあれだけど、切ったんですよ。すごー、前髪もちょっとね切ったのちょっと待って、ボサボサなんだよね、お風呂入ったから。髪切ったよ。あとありがとうございます。お前はちょっとね、ありがとうございます。気づいてくれてよかった。こんばんは、こんばんは。また花ちゃんがサータへの愛をメールで言ってました。ボリューム全然軽くしてない。髪切ったよ誰も気づいてくれないんじゃないかと思ったんですけど、気づいてくれましたね。千葉のボブのサラですよ。でも花ちゃん、みゆちゃん大好きとも言ってた。なんか最近ね、なんか最近花、なんかみゆちゃんが好きって言ってくるんですよね。私もみゆちゃん好きですけどすごい言ってくるんですよね。今日の大喜利難しくて8時間考えてます。今日の大喜利って なんだっけ。ボブはサラで覚えました。ありがとうございます。ラブラブなの？なんかね、わかんない。花がねめっちゃね言ってくるよ。自分で決めて忘れてるんかい。だから寝起きで考えてるからちょっと忘れちゃうあ、そう、財布難しいですよね。まだ返信更新されてないから見れてないんですけど、また可愛くなった。そんなことないよ。こんばんは、こんばんは。待ってたよ、ありがとう。そうだよ、寝起きで考えてるよ寝起きで考えてるから覚えてないんですよね。今日なんかいつもより幼く髪切ったからかも。今日初めて返信したけどダメだよ。なんでさ、触んないでよ。ショート名は貴重なんよ。でも私、皆さんに覚えてもらったらロング解禁したい今はボブだと覚えてもらえるけど、皆さんが私の顔を記憶しだしたらロングになりたいな こんばんは、こんばんは。お花ありがとう。で、適当じゃないんですよ。本当に寝起きで考えてるの。なんか今日は7
7時40分ぐらいに起きて、もうめちゃくちゃ眠いのに考えて送った本当に、なんか今日すごい眠くて、朝からボブ派の場合号泣。そうなんですよ、私のなんか私のこうやって配信見てくださる方ってボブ派の方が多い気がする。私がボブだからかもしれないけど、ロングにしたら誰っていう準備しとくね。やめて、悲しいよ。メール来た、早くないめちゃくちゃ早いね。その上切りのお題があってくるかもしれん。難しすぎ、難しすぎる。それ私実はロング派です。そうなの？ショート貴重だからみんな来るのよ。そうなの？どうする？ロング派です。あれどうします？もう卒業イコール推し編。ちょっと待って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 、あれあれれれれれれ、どうしようね困っちゃうねこんばんは、こんばんは。髪は美容院だよ。ボブ好きっていう人と、いやあれー、どうしよう。そう、なんか大喜利の、そう、皆さんの見て、なんか毎日配信してるから、一番面白かった人のやつ紹介しようかなと思ったんですけど、選べないんですよみんな面白いの。美容院1ヶ月か2ヶ月に1回くらいかな。名古屋で美容院見つけたよ。でもまだちょっとフラフラしてるけど、ロングアなの？結局買おうとしてたのもう見たの秘密やめてって言われてるし、トップ 3？ 言いたい、私は言いたいよ、だって面白いから。なんかそうやってやったら皆さん本気で考えてくれるかなと思って本気でしかしミニオンのボブ型似合うね。どういうこと？ミニオンのボブ型ってミニオンやそりゃミニオンやん。ロング派だったけどサタン推しになったからボブ派？ボブに、ボブがいいですか8時間考えてます。それ考えてなくないですか絶対考えてないよ。かっこいいダンスを見てみたいです。私も見せたいですね。壁車を友達に撮って送ってもらいました。私にも送って考えすぎて夜しか眠れない。寝れてるやん寝てるやんけ。僕ボブ、僕ボブ、サラボブめっちゃ髪ボサボサなのごめんなさいね。ドライヤーバーってしてちょっとメイクして急いでやったから、本当にボサボサなのはもう本当にごめんなさいです。こんばんは、こんばんは。ハートありがとうございます。ハートこんばんは。トップ3を表彰したらやる気を出す人出るかもね。でしょ？そう思って。もっと爆発したらフードですか？いや今もかぶりたいぐらいなんですけどおやすみなさい、しないで、早めに言っただけだから。24時間サータンのことしか考えていません。本当かな。
髪乾かすの意外とめっちゃかかるよ、20分ぐらい。ボブヘアって手入れ大変大変。私はヘアアイロンがめちゃくちゃ苦手な人なので大変です。最近やっと慣れてきた、自分でやるのに。さやちゃんが可愛かったです。さやちゃん可愛いですよね。でもそれをさらに言ってくるあたり嫉妬させようとしてますか。あった、ありがとう。だるまさん、ありがとうございます。水色じゃん、私の大好きな水色。こんばんは、こんばんは。5分ぐらい？いやでもちょっと違いますよね。結構ツイートしてくれてるし、私は知ってますよ。もうちょっとは考えてくれてる気がする。サータン嫉妬しないよ。川村さん、川村さん本当？いやメンバーに可愛いと言われてるじゃないですか。えい、そんなそんな。どうして水色が好きなの？え？なんでだろう。なんでだろう。そうやって言われると。難しいけど、なんでだろうね。今日はどのくらいエゴサしましたか。私あんまエゴサしないですよ。じゃあここで言わせていただきますとですね、私のメールを取ってくださってる皆様、ハッシュタグサータンメールでお願いします。宣伝ハッシュタグの、それは見てますよ、ハッシュタグサータンメール。え、理由はない。昔はピンクが好きでした。水色の中は薄いのが好き。おー、かわいい、ありがとう。急に服が黒くなった。急に恥ずかしいから無理です。エゴサ、エゴサっていうの、サータンメールって。だって私へのメッセージを書いていただいてるから、これはもう要はメールの返信と同じですね。ダウト。わあ、いいこと言うじゃないですか。好きになるのには理由はいらない。ファンネーム？何ですかね。そんなね、ネームつけるほど私のねことを応援してくださる方がいるのだろうかっていう。昨日よりご自分的にはコンディションいい感じですかね。いつでも悪いですよ、コンディションは。水色が好きな理由はここじゃなくても聞かれるんですか？じゃあ綺麗だからとか。下が自分の名前は見ないかも。なんかあれですか、出してくれてますか。下がサータンメールには何書いてもいいですよ。全然関係ないことでもいいですよ。私に見てほしかったら書いてください。3人はいます。まあ、ありがとうございます。小判のやつ、お星様ありがとうございます。髪型ずっとブームなの？ロングにしたいです。ロングにしたいけど今はボブです。皆さんに覚えてもらうために。お疲れ様、声かわいい、ありがとうございます。美容師さんに職業を聞かれた、高校生と答えた。え、でも聞かれましたね、高校生で。勉強とか大変だよねって感じでしたよ。明るいメールに元気もらってますか？よかった。
大賛成。ボブ好き？え、どうしよう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 かなどうしようかな。でも本当にロングにしたい。え、1週間経ったんですか、ショールームから。おめでたい、おめでたい。サータン勉強はしてるよ。岐阜のロングのボブのさら違うなんか花混ざってるかな。髪型選べるアプリありますよね。え、私ロングの方が似合いますロングの方が似合いますよ。朝一に届くこと、一日頑張る元気をもらえる。よかった、私が本当に毎日あれなんですよ、早起きが好きじゃないんですよ、苦手なんです。だけどメールを送るために起きてるから嬉しい、そうやって言ってもらえるの。すごく毎日配信7日目は8日目なんやね。あ、すごい、そうなんですかSKE に入るためにボブにしたの。違うよ、そうなの、朝得意なのかと思ってた。いや苦手ですね、苦手っていうか起きれるんですけど、なんか気が乗らない、朝起きるってなると。察した？嘘、なんで？なんで？サラって読むんですね。サラって読みますよ。難しい、私も難しいです。意外とけなげやんいつからボブ？中2とか。早くメール送ってるよ。でもそんなに時差ないと思う。朝機嫌悪くないよ、あんま喋らないけど気が乗らないと何時まで寝てるの？1時とか？サタン偉い子だよサタンが朝配信したら起きられる気がします。これから毎日7時半から配信頼むね。え？いいんですけどね、夜できない時は。結構ボブ期間長い。でもだって中2まではずっとロングでしたよ。早起きするならオールしちゃいます私オールはねしたことないです。なんかテストの時に、そう、一番仲良かった子と3時ぐらいまでビデオ通話しながら勉強してたことがあるんですけど、もう3時でもう死ぬかと思いました。オールはできないですね。え、分かんなかったループの原因はいつもと変わんないんだけどなーって。いらっしゃいませー、タコさんありがとう、お花ありがとうございます。ロングの頃の写真、え、あると思う、あると思いますよ。全然3年くらいボブってことかな。もうそんなに？え、じゃあそうかも、そうだね。朝配信？え、ドスッピンだよ本当に。たまには外姉とか内姉、ね、え、してもいいですけど苦手なんですよね苦手なんですよね、ヘアアイロン。さやちゃんが今日の配信でサータン優しいこと言ってたから来ました。え、私が？私が優しい子って言ってくれてたんですか、さやちゃん。そんな風に思ってくれたなんて。オールで勉強したら寝て、ん？オールで勉強したら寝てないから暗記できないし、それはそうです。それはそう。ゆは今忙しいと思う。お勉強がね、大変だから高校生は。相変わらず本人の前では褒められないさ。なんでですかね美容院？
毎回変えちゃうかも。え、でも昔は同じとこ行ってたかな。ヘアアイロンでやけどないです。私がやけどしたことあるのは最近だと、あの鍋を手で掴んじゃった。鍋をそのまま手で掴んじゃったこと。お披露目で泣いてる子に寄り添ってたからハンナだね。今日誕生日です。おめでとう、おめでとう。常に本人不在で褒められるさだ。そりゃそう。え、劇場早く出れるようになりたいな。癖毛はないよ。寝癖はすごいけど。何そのままつかんだ。花以外でカップルもしくはコンビを組んでみたいと思うメンバー、それはどういうあれですか？ステージとかでってことですか？どの何のコンビかによります。サタンにはいつ会えるかな。サロモン冷たい食べ物フーフーしたことあるやろ。あの、私熱い食べ物でもフーフーしたことないです。したことないの。高畑さんの手料理食べさせてください。食べさせてください。ね、絶対花じゃんね。絶対花だろこれ。花は毎回私の配信見てるらしいです。私も見てますけどね。おでんとかそ、え、フーフーしないんですよね。4月デビューで6月劇場デビュー、すごすごいですね。ノーネーム絶対花。辛い食べ物いけるよ。なんか鍋は、え、なんか全部金属でできてる鍋ってあるじゃないですかね、わかりますか。それを普通に取っ手がついてて、そのまま持ち上げようとしたら熱かった。初めて使ったんですよ。ちょっとこのこのコメント欄で花に質問するのやめてください。ダメですよ。こんばんは、こんばんは。ヘアアイロンはないよ。あんちゃん見てるのならさらちゃんとコラボ配信したいですよ。でもできないんだもん。やり方わかんないから。サラハナは癒し系だから好きです。だって花嬉しいね。花なんかめっちゃ今日デレデレだったんですよ。いつもデレデレですけど。めっちゃデレデレだったの朝から。はなちゃんって可愛いよねってさっきから私に嫉妬させようとしてるかな。英語をこの間ね、長文読ませたらね、感動した。発音良すぎて。デレデレについて詳しく、え、言っていい？あ、でも皆さんに送ってるメールと同じ感じじゃないですか。はなちゃんって人たらしなん？うん、サラのことだけだよ。サラハナ英語コラボ配信無理なんだけど。私無理なんだけど。英語やばい。英検3級中2の時の3級しかない。え、花言っていいの、これ言っていいかわかんない。ちなみに私が唱えたサラのカップルコンビはサラミヤビかな。だって花サラミヤビだって。でもミヤビちゃんとは本当になんか
ダンス、その曲でなんて言うんだろう、2人組でペアで踊ったりするところがなんかすごい一緒に踊るんですよ。だから最初私顔合わせでみやびちゃんとエレベーターに初対面ですよ、2人で乗ったんですよ2人で乗ったんですね。その時はもうどっちも無言、もうなんかありがとうございますみたいな感じで、でもそうレッスンとかやってて、お披露目の時のバンザイヴィーナスとかも2人で踊るとこが多かったから仲良くなってきました。今は仲いいですよ。インドネシア、すごい、こんにちは、だるまさんありがとう。もしかして皆さん水色を好きって言ったから水色を送ってくれてますか。みやびちゃんには、みやびちゃんにはハイタッチしなかった。もうなんか怖いお姉さんじゃないよでもみんなに本当になんかサータンの初対面の印象はクールだったとか、絶対怖いと思ったって言われて、でも今は違うらしい全然違ったって。ジェネレーションギャップ、花とサラはあったけど、サラとみやびちゃんはあんまないかも。サータン海外行ったことないよ。先輩とエレベーター乗ったことはありますあるんですけど、天国かと思いましたね皆さんだって逆に考えてくださいメンバーの方と2人きりでエレベーターに乗るところを考えてください天国ですよねおじついてるのがいいサタン飛行機乗ったことないです、全然。逃げますか その空間の空気言ってください嫌ですえ、水色ありがとうございます。美人が冷たく見られるのと同じ感じじゃない？え、そうなの？でも担任の先生とかにも言われた。あんまり千葉から遠出？でも東京と千葉が多かったかな。だるまさんありがとう、ハートもありがとうございます。水色いっぱい嬉しい。サータンと二人きりでエレベーターに乗りたい人生だった。え、いいですよ。乗れますよ。乗りますか ディズニー。でも千葉の人わかると思うんですけど、あんまり行かないですよね千葉だと。担任男の先生ですよ。女の先生もいましたよ。エレベーター会の開催はいつですか。いつかいつか、いいですよ、やりますかから神奈川とかだったらまあまあ旅行。でも神奈川もあんまり行ったことないかな。年間パスポートとか買えばいっぱい行けそう。なんか近いと行かないんですよ。で私離れてからすごい行きたくなる。エレベーターより観覧車でお願いしたいいいですよ
29年行ってない？だいぶ行ってないですね。だいぶ観覧車会？え、来てくれます？来てくれる？逆にやって来てくれるならやりたいね。サーター乗ってない、乗れてないんだ。もう終わっちゃうね。乗れてないよ。高いところ大丈夫？全然大丈夫です。行く？来てくれるの？ありがとうございます。え、 USJ 31分、ありがとうございます。今あなたが思い浮かぶ12期生のみんなの印象、誰のが聞きたいですか？今のってこと？誰のが聞きたいか言ってください。答えますよ。メンバーで観覧車会するなら他のメンバーに行くかも。まあね、まあ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 、他のメンバーにもってことですかね。それならいいですよ。こっちゃんのイメージ、こっちゃんってココちゃんだよね。そう、ここ3人組のあだ名が覚えられなくて、ココミは覚えたんだけど、ココハちゃんとココ どっちだろう。ココちゃん、ココちゃんかな。はなちゃん以外のメンバー、いやそれはな怒るよ。はな怒っちゃうよ。ココちゃん、え、ココちゃんの印象今ですか？え、でも目があったらにやけてくる。にやけてくる。なんか今日もだった、なんかにやけるんですよ。目あった、なんかこうやって私がこうやってなんか普通にこうやって見てると、たまに目合うんですよ。そうするとって見てくる。面白いよ。ちょっと外出します。また来ますね。また来てください。サータンもじっと見てたら思わず笑顔になるような明るい雰囲気ありますか？イエイ。さやちゃんのイメージ、さやちゃんは12期で話してたりして、最初ねこうやってさやちゃんこうやってって聞いてるんですよ。でも誰かがさやちゃんどう思うって言うと、もうものすごく的確なことを言ってくるから、頭いいんだなってすごく思います。だし笑う顔が可愛い。皆さんわかりますよね、笑ったらめっちゃ可愛いの。さやちゃんって真面目そうだよね。本当にだって絶対大変なのにね、毎日頑張ってて尊敬しかないです。私は本当にさやちゃんって裏でも早口なんですか？早口ですね。だからさらがゆっくりゆっくりっていう。サータンのクールなギャグを笑ってくれるさやちゃん、え、大事、本当に大事。さやちゃん笑ってくれるから、サダに会ったら俺もにやける、にやけてくれんの。みやびちゃんの子供らしいエピソード、みやびちゃんはえ、でもいつでも子供っ
らしいけど、なんだろうな、サラとハナがそうなんかこう2人で話してたりすると無言でなんかみたいな寄ってくるんですよ、何も言わずに可愛いですよね。早口ですよ。さやちゃんゆっくり話してる。え、でもお披露目の時にそう楽屋であのゆっくり話そうねってみんなで話してたんですよ。みんな誰だっけ、花とかここら辺でさやちゃんに、さやちゃん今日は自己紹介ゆっくり話そうって言ったら結構いい感じに話せたんですよ、さやちゃん。だから皆さん分かりましたよね、さやって。さつきちゃん、え、さつきちゃんは大人っぽいんじゃないかな、なんか子供っぽいって思うよりかは大人っぽいなって思う、めちゃくちゃ。でもえ、なんだろう、大人と子供のミックスみたいな私より根は絶対大人だと思います、心は。私が話しててもなんか反応とかがなんか私より年上みたいな感じ。本当にめっちゃ長く配信してすごいなと思った。サタ周りをよく見てる、よく言われるんですよそれ、周りなんか結構よく見る。12期のリーダー的存在、これあのココハちゃんだと思うんですよ、みんなココハちゃんだと多分思ってるんですけど、ココアちゃんは違うっていうの逆にサータンより子供っぽいメンバー、え、でもみやびちゃんとサラはなんかもう同い年なんじゃないかってたまに思います。たまにね。コナン あとありがとう。みゆちゃんも大人っぽい。みゆちゃんは本当にねすごいなんかなんだろうね、ダンスもできるし歌もできるししっかりしてるし、逆に何ができないんだろうって思います、みゆちゃん。ココミン、ココミン意外と、え、でも子供っぽいかな、子供っぽいんじゃないかな、大人っぽいなっていうよりは子供っぽいなって思うかも。12歳と同い年の JK ってどうなん、どうですか え、でも私と年で言ったらちょうど真ん中なんですよ、11人の中でちょうど真ん中で、だから年上組にも年下組にもなれる人なんですよね一応。ゆあちゃんってギャルじゃないと思う、なんかゆあがギャルっぽいって言われてるあの理由があんま分かんないです。私的にそんなになんかはっちゃけてる感じはしないかも、普通に。だって私となんかこう話してる時はなんかキャピキャピしてますけど、なんかあんなはしゃいでるタイプじゃない気がする。学力絶対さやちゃんだよ絶対。ゴミが配信つまらなくないか心配してるのかわいい。そうなの
一番付き合い長いのレナだよ、レナ。サタン大人っぽい？嬉しい、嬉しいよ。見た目的に大人組？でも真ん中なんでしょ、一応ね。ヤニャは見た目がギャルっぽいじゃない。でもそんなに、そんなことないですよ本当に。初見です、ありがとう。岩って人見知りしないの？なんか、本当に岩って私的にはおとなしい分類に入るんですけどね。サタン状況に応じて大人にもバブーにもなれるすごい人だからいい位置にいますよね、ちょうど真ん中だからこんばんは、こんばんは、ありがとう。サタンから見たら全員おとなしい分類に入るんじゃん。おとなしい、私が思う12期のにぎやかなメンバーはやっぱレナ？レナな気がする。レナだと思うよレナだと思う。でもなんか騒がしいっていうよりはなんか明るいの、レナ本当に明るくて、そうなんかポジティブと明るいが共存しているのがレナサラはおとなしい、大人っぽいしですよね。私的にそういうイメージなんですけど、ダウンサタもレナに負けないくらい明るいそう、さつきちゃん、さつきちゃん本当に配信すごいなって思う。花ちゃんからメール来たよ。花から、サタンより騒がしい子いないでしょそんな、そんな、そんな清楚です。同期の名前は全員覚えたそりゃそう私みんなの名前顔合わせの次の日にはもう覚えてましたよ。DD 許せるよ、許せるっていうか嬉しいよ全然。そう、あのさつきちゃんのあの幼さであんなに話せることが本当にすごいと思う。12期にリサーチしたらうるさいのはサラとかキレなでもレナとサラが話すときはうるさくないよえ、全員の名前漢字で、書いたことないけど書けるんじゃないかなカード名前覚えるの？寝たら覚えるかな。44分、ありがとう、ハートありがとうございます。何それ、ありがとう。絶対うるさそうなのにレナとサラはそう、生年月日はちょっと
あれだわ生年月日はむずいわ。いい意味でおやすみなさい。違います、いい意味じゃないです。それはだからレナとサラ話すとき本当に騒がしくないよなんでかわからないけど、なんでだろうね。2006年10月31日やったやったね。12期内でいいコンビになりそうなの花だよ。超ラブラブだもん。皆さんに見せたいぐらいラブラブ、ラブラブマウント取っていきたいと思いますハロウィンはサタンお祝いしたらいいの？え、はいはい。見せ、見たく、見たくないです。見せれるもんな、見せたいよ。サーターのトーク会絶対楽しそう。一個来てください、来てほしい。でもアロイは花ちゃんがコスプレ配信するかもって言ってたから、サラもねするかもね。今日サータンと花なんか同じような文面のメール送ってきたけど合わせた？うん、運命だと思うハロウィンにつく嘘決めた？ハロウィンって嘘つく日でしたっけ？え？実物見たら可愛くて固まりそう。え、でもこの配信してる時よりかは可愛いかも。画面越しよりかは同期の誰かの家行ったことある？あ、ちょっと何名か私が家に行きたいって言ってるんですけど、まあ一人はあの拒否一人はやだーって言ってて、もう一人はえ、ママに聞いてみるって感じでした。パフォーマンスしてる時のサータ本当に可愛い。見てくれてるんですか？嬉しい。実家の子にも言ってますよ。早くめっちゃ可愛い実物見たいです。見に来てくださいとか言ってさ、全然可愛くなかったらどうしようね家に招待したメンバーいないですよ。ハロウィンパーティーと誕生日パーティーは別々にやってたの？私ハロウィンパーティー開催してましたね。嫌われてないよ。違う違う違う、私がちょっとふざけた感じに聞くからみんなやだーって言うんですよお披露目見れてないから実物見たい。え、本当に見に来てほしい。このいつものブサイクなサラを見てくださってるからね、実際見てほしい。ね、ココハンダメって言ってきた招待したらいいのでは？え、ちょっとそれはちょっと50分？ありがとうございます。ね、ゴミ屋敷じゃないし普通になんかなんだろう、メンバーのお家に行きたい、メンバーをお家に招待したいわけではなく、メンバーのお家に行きたい、これですこんばんは、こんばんは。汚くないよ、ちゃんと掃除してますよ毎日。
わら人形とか置いてある。置いてたらどうします？先輩のお家突撃やばいよ。なんでピーナッツ？千葉だから。お家ってどんなことして過ごすの？なんかこれ私の永遠の悩みなんですけど、なんか私人生ゲームが好きなんですよ。なんですけど一緒にやってくれる人がいなくて、なんか一緒人生ゲームやろうって言ってもなんか大体の人はなんか嫌だって言うんですよ。人生ゲームって人気ないんですか？だから人生ゲームをしてくれるメンバー募集中募集中です。普通にボードのやつ一緒にやってくれますか？本当にやりたくて。人生ゲーム、一人で人生ゲームする配信、一人でやっても本当にやりたくて。人生ゲームどうしましょう。やりたくて仕方ないんですけど人生ゲーム。嘘。そうなんですか？K2？ だって本当に人生ゲームやりたいな。人生ゲームやりたい。同期サータンの家に呼んで人生ゲーム配信。本当にしたい。でもそんなことしてくれる相手がいるかどうかっていうところが問題なんですよね。人生全然悩んでないですよ全然大富豪私全然わかんないんですけど、花多分してくれる。花に言ったらしてくれると思う。何でも人生ゲームの好きなところ教えて。わかんない。人生ゲーム面白いじゃないですか。とは言っても、あの私生きてきて多分3回ぐらいしかやったことないんですけどね。花絶対やってくれると思うよ。やってくれると思うけど、どうだろう悩んでないって言い切れるのが羨ましい。でも今はなんか悩んでる暇ないっていうか、ただなんかね、毎日頑張らないとって思って生きてるから12期はゲームするイメージあんまりないかもね。私 UNO はめっちゃ してましたね。ゲーム？私スマホ普通にゲームしてたんですけど、受かってから消しましたなんかそう、漫画の趣味漫画見ることなん読むことなんですけど、漫画をね私ネットで買ってみたりする派なんですけど、そのネットの携帯で見る派なんですよ、こう紙じゃなくて。なんですけど、そうサイトとかね6個ぐらい漫画見てたん
そのサイトとかアプリがあったんですけど2個まで減らして、でゲームも3個ぐらいあったんですけど全部消しました。なんかそう、あのなんて言うんだろう、なんかだってゲームしてる暇があったらダンス練習できるし配信もできるかなって思って、だから本当に漫画は最近移動中にちょっと見るとか寝る前にちょっと見るとかそんな感じ。人生ゲーム持ってない意外と真面目だった。そう専念しようと思って、でも一応趣味にね漫画って書いてあるからちゃんとね、そのだから皆さんが皆さんとお話しできる機会にそう漫画のこととかでお話ししてくださる方がいたらちゃんと答えられるようにしなきゃとも思ってるから、そう最近の漫画は割と読んでるよ暇な時。そうレッスンが一番大事。どんなジャンルが好きなん？サッカーかサスペンスか なんか推理系とかは結構見ますよ。あと4分？やばいじゃん。たまにいい子の面があるからそうですかよかった。ブルーロック淡し稲妻、ブルーロックと淡し見てる、うん読んでるよ、推しの子読んでるよ。サッカー漫画で一番古い漫画、え、あれ？キャプテン翼？わかんない。が私の中で古いかも読んだことない。でも面白いですか？面白いのかな？人気だから。え、本当ですか？返事伝えてくれたんですか？お話できるといいなぁ、いいなぁって。配信重ねるたびにいい子になってきてるそんなことありますそんな、キャプテン翼世代です。面白いですか？でも結構長いのかな。本物サッカーもう見るよ。でも本物サッカーよりは漫画の方が読むかな。時間が足りない。おやすみなさいじゃん。え、本当だ。でもあと2分だよ。まだ話せるよ2分。直しました。師匠と呼んでいいですか？ダメですダメです。メールって返信した方がいいです。おやすみなさい。あ、星ありがとうございます。明日も予約入れるよ。多分同じ時間かもうちょっと早いかかな。今日も楽しかった、ありがとう。やいお年を。やいお年を。バイバイ。寒々しい。バイバイ。メール返信してください。してよい私を。バイバーイ。バイバーイ。メリークリスマス。バイバーイ。おやすみー。